よし、今回の模擬戦についてルールを確認しておこう。ということだ。勝つぞ、必ず。準備は整ったのじゃな。では至急全軍に通達せよ。これよりエオルゼア都市軍事同盟合同演習を開始する。
あいつ、まさか勝ったのか？じゃあ、もしかして、俺たちの。ああ、我々のイッシュガルドの勝利だ。本当によくやってくれた。君は最高で最強の盟友だ。なんだよこれ、胸の奥が熱い。こんなの初めてだ。頑張ったってどうせ大したことはできないって思ってた。なのにこいつらと剣を振るったら、同じものを目指したらやれるって力が湧いたんだ。俺たちは千年の間こうやって生きてきた。戦いの伝統も立ち上がる強さも竜と戦うためだけのものじゃない。踏み出した先の明日はきっと楽しい。伝わるかな、まだ泣いてる奴らにも。実に良い模擬戦であった。負けたのは悔しいが、今はそなたらの健闘を大いに称えよう。お褒めの言葉ありがたく頂戴いたします。うむ、イシュガルドの民は強い。それは固い絆によるものだとこの一戦からでもよく分かった。だからこそ忘れないでほしい。今や我らとてエオルゼアに生きるそなたらの同胞なのじゃ。同盟への復帰改めて歓迎するぞ。それにしてもあの冒険者がイシュガルドの盟友として参戦するとはな。あの者は友として我々の願いに沿うてくれただけのこと。お咎めになるのならどうか私を。咎めたりはせぬ。こちらもそれゆえにラウバーンを出した。実に名勝負であったと言えよう。わらわはただイシュガルドはこうして変わっていくのかと目を見張る思いだったのじゃ。先頃まで門戸を閉ざしていた国とはとても思えぬ。粒子戦争が終焉を迎えれば
イシュガルドはさらなる蒼天へと羽ばたくでしょう。今度こそ民自身の力で。そなた、もしや。いや、変革の道は険しい。わらわは身をもってそれを学んだ。それでも帰国の行く先にどうか生えあらんことを。予想にたがわぬ活躍ぶりだったらしいな。お疲れ。無事に勝ったようで何よりだ。これでイシガルダに吉報が。別に大したことはなかったさ。お前が選んだことをとことんやり抜けたならそれで十分だ。まっすぐ進めよ。その行く先を信じたから彼女はお前に真実を託したんだ。
おのろは、お前もう大丈夫なのかよ。おかげさまで息災です。はい、傷はいくつか残ってしまうと言われましたが、男子として箔がつくというものです。はい、そっか。たくこの野郎、従者のくせに俺様を心配させやがって。褒めやがれ。すまない、私が出遅れている間に随分な事件が起きていたのだな。フォルタン伯爵に話を伺って、せめて出迎えをと思ってね。こたびはよくぞ勝利を収めてくださった。合同演習にて我がイシュガルドが勝利したと伝令が早速コート中に知らせましてな。皆大変な熱気に包まれておりますぞ。エオルゼア都市軍事同盟に復帰した日を思い出し、希望を取り戻した者も多い様子。まさに一陣の追い風が吹いているわけか。アイメリク様、今ならば。至急ヴィゾーブニルに使者を。ファルコンネストの式典準備も再開してくれ。粒子戦争の終焉に向けて今こそ青龍の眷属と和平の契りを結ぼう。はっ。アルトアレールがファルコンネストに残っております。私からも連絡を入れ、急ぎ式典に備えさせましょう。エマネラン、お前も手伝うのだぞ。イシュガルドの歴史がまた大きく動くかもな。ヤシトラたちにも声をかけておくとしよう。君にはいくら感謝をしても足りないほどだ。まずは式典の成功をもってその功績に応えよう。
そろそろ約束の時刻、ビゾーブニルが来るはずです。そうだな。ああ、彼女は例の先日この場所で暴動を起こしたものです。一命を取り留め、どうしてもというので見物を許しました。ルキア、この式典で私が用意された原稿と違う言葉を述べても驚かずに聞き届けてくれないか。承知しました。心ゆくまで、あなたの言葉で伝えてください。来たぞ！待たせたか、小さきモノラよ。我らは人と時をことにするもの。多少の際は多めに見よ。ビゾーブニル、よくぞ来てくださった。まずは我々の申し出に賛同してくれたことに対し、最大限の感謝を送りたい。なあに、父祖の許しを得たゆえ、我が心に従ったまでのこと。我ら竜もまた、悲しみの向こうにある懐かしき記憶を胸に、人との蜜月の再来を心待ちにしていたのやもしれぬ。その言葉がどれほどの救いとなることか。我らの思いを今ここにちぎりとして刻みましょう。誓いの証人となる皆よ、聞いてほしい。人と竜をつなぐ絆が人の裏切りによって断たれて以来、双方は長らく争いの日々を続けてきた。長い歴史の中で互いに失った同胞は数知れず、幾多の悲しみが我々をまた戦へと駆り立てた。その傷は深く、決して癒えはしないだろう。だが嘆く者よ、今ひとたび己を焦がす怒りを鎮め、戦いの手を止めてはくれまいか。先行く者が戦いの末に残したのは他でもない、あなたの命だ。私はあなたと明日に歩むことで彼らの行いに報いたい。竜と人を隔てる溝は谷より深く、越えねばならぬ障害は仰ぎ見る霊峰ほどもあろう。
それでも人はその短き一生を重ね、再び我らと蜜月を迎えんことを心より望むか。ああ、望むとも。そしてこの願いが再び歴史に負けられぬよう、全ての商人の心と意志に刻んで和平の誓いとなさん。フレースベルグと芝ではないか。なるほど、和平のちぎりとするのにこれ以上のものはない。よかろう、今この時より清流に連なる子らは再び人と同じ夢を見ようではないか。ちぎろうなどと同族とは思えぬ愚かしさ。聞け、人と人に組みする竜ども、次に轟く竜の方向は最後の戦を告げる合図。貴様らの全てを祝宴の炎で焼き尽くしてくれる。その日まで恐れ嘆き絶望せよ。それら全てを蹂躙してこそ我が怒りも晴らせよう。我が怒り？そんな、それじゃお前は。
邪竜ニーズヘッグ。全部あの邪竜のせいだ。あいつさえいなければ戦争は終わるのに。そうよ、いつまでもやられているものですか。今こそイシュガルドの宿命を変える時。あいつを倒して真の平和を。邪竜ニーズヘッグを返り討ちにしてやるんだ。倒せ倒せ、邪竜を殺せ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 。倒せ倒せ、倒せ邪竜を殺せ。今こそ邪竜討伐だ。